皆さんおはようございます。毎日暑いですよね。なんか今日も午前あの朝来た時は少し涼しかったんですけど、歌を歌ってる間にもう体がほてってきてこの服じゃちょっと暑すぎるなと思います。まあ南カリフォルニアに来てもう2年が経とうとしてますけども、一向にこの気候の体に慣れないのがちょっと暑さは本当に、苦手です。昨日も夜夕方ですね、ガーリナで青年たちと一緒にバイブルスタディをして、帰り涼しい風がふーっと吹いたんですね。ああ気持ちいいなと思ったんですね。ところが青年たちは、おお寒いって寒いって車の中に入ろうと言いました。なぜこれが寒いのか私には分からなかったんですけども、さて今日はですね、終わりの印について皆様とご一緒に考えてみたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、マルコニの福音書の第13章を開いてください。マルコニの福音書の第13章です。まあ、ここでですね、イエス様はこの宗教指導者たちと、まあ、エルサレムですね、ディスカッションした後で、その神殿からまた離れてですね、別のところへ移動しようとしたときに、まあ、弟子の一人が神殿をですね眺めながらこう言ったんですね。これは13章の一節。先生ご覧なさい、なんという見事な石、なんという立派な建物でしょう。まあ、皆さんはこの見事な石、立派な建物を見たことありますか。見事な石、弟子はなんとすごい石だ、エルサレムの神殿にはですね、ものすごく立派な石があったんですね。で、どういう石だったのかなと私ちょっと調べてみましたら、まあ、イエス様の当時ですね、生きていましたこの歴史家でヨセフスという人がいたんですね。ユダヤ人ですけども、彼はこのエルサレムがこう壊されていく様子、いわゆるエルサレムが滅亡していく様子を目の当たりに見たんですよね。で、彼のこの書物を見ますと、このエルサレム神殿の石がどれだけ大きかったか書いてありました。その長さは25キュビト、高さが8キュビト、幅が12キュビトって言うんですね。皆さん1キュビトはどれぐらいの大きさが長さか分かります？1キュビットっていうのはこの膝から、ね、肘から、膝じゃない、肘からこの指の中指、ここまでですね、これが1キュビトになるんですね。まあ、人によって長さが違いますよね。だいたい私の身長で言えば1キュビットというのは、インチで言ったら、インチで言ったら20、インチでいきますと20インチ、メートルでいけば46センチ。ちょうどですね、この手をこう広げますでしょ。こう広げて、この小指から小指まで、この長さが1キュービット、1キュービットになりますね。で、これ、こことここの長さと、まあ、大体平行していました。で、46センチ。で、46センチの25と言いますと、大体12メートル。で、長さが12メートル、高さが4メートル、幅が6メートル。ちょっと想像できますでしょうか。12メートルと、おそらくそこからここまではありますかね。かなり大きい石なんですね。で、高さが4メートルですから、私の身長は1メートル70ぐらいですかね。4メートルになると、私の身長の2倍よりももうちょっと上ですね。まあ、かなり大きいんですよ。
この石が神殿にあったんですね。だからおそらく弟子たちはその石を、巨大な石を見て、なんという立派な見事な石でしょうかというふうに彼は感嘆したんですね。日本にも大きな石がありますよね。覚えてます？日本の大阪城に大きな石があるんですよ。場所はその大阪城のどの門だったか忘れましたけども、まあ、加藤清正が小豆島から瀬戸内海の小豆島から船でその石をこう運んだらしいんですね。その石の長さが、高さが 5.8 メートル、だいたい6メートルですね。横が 14.8 メートル、だいたい15 メートル。で、奥行きは分からないんですけども、全体畳の大きさで言えば50畳ですから、まさにそこからそこまで高さがぐっと4メートルですね。大きな石が大阪城にまだあるんですよ。で、この最近になってからですね、エルサレムでこの弟子たちが言ってたあの石、ヨセフスが記録に残してたあの石が見つかったんですよ。2017年にそれが見つかりました。その皆様はこのエルサレムの中でですね、よく嘆きの壁って写真で見ません？嘆きの壁。いや、ユダヤ人たちがこうやって石に向かってこう礼のこう辞儀をしながらこう祈るんですね。あるいはその壁に向かって顔をつけてですね、祈っている様子、皆さん写真とかいろんな動画でご覧になったことと思いますけれども、あの嘆きの壁がウェスタンウォールといいます、西の壁なんですね。その地下にその巨大な石が見つかったんです。で、測ってみましたところ、長さが13メートル、高さが4メートル、幅が4メートルだったらしいです。で、どうやってその石をそこに持ってきたのかは謎ですし、まあ、いろんなこの推測があるのですけども、この丸太を転がしてですね、丸太を転がしながら石をこう運んだという説もありますし、あるいはその場所にすでに大きな石があって、その石を上手に削ってその建物の土台にしたんじゃないかという、まあ、いろんなことがあります、言われています。で、弟子たちはですね、なんと見事な石でしょうか。で、もう一つは、なんと立派な建物でしょうかというふうに弟子たちは言ったんですね。で、ヨセフスによります、歴史家によりますとですね、この、神殿の周りは金の板で覆われていたって書いてあるんです。皆さんですね、この教会の外壁が金で覆われたらどうなります？遠くからどこに教会があるか見えます？見えますよね。南カリフォルニアはもう毎日こんな天気ですから、こう光が、ね、入ると金はピカーッと光りますでしょ。私のトロントにいましたときに、この有名なこのヤングストリートってありますけど、ヤングストリートのヤングでフィンチのあたりにですね、大きな建物があるんですよ。これはロイヤルバンクというこのイギリスのカナダでも一番大きな大手の会社、銀行ですけれども、その銀行がですね、遠くからいつも光ってるんですよ。純粋の銀じゃないですけれども、まあ、ちょっと銀がね、金じゃないですけども、なんか金色にピカ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 光ってるんですね。ですから、金で建物全体が覆われますとですね、本当に太陽のようにピカーッと光るんです。で、この歴史家のヨセフスが言うには、あまりにも眩しくて、ちょうど太陽を見るような眩しさだったというふうに書いてありました。おそらく当時のユダヤ人たちはこのエルサレムの神殿を非常に誇りに思っていたと思いますね。
ところがイエス様はその神殿を見たときに弟子たちとは全く違うことを言ったんですよ。これが13章の2節です。見てください。イエスは言われた。あなたはこれらの大きな建物を眺めているのか。その石の一つでも崩されないままで他の石の上に残ることもなくなるであろう。つまり石は崩されて他の石の上には残らないって言ったんですよ。もっと言い換えればですね、みんな消えてしまうっていう、石がなくなるって言うんですね。まあ、どういう意味で石がなくなるのか、まあ、イエス様どういう意味でそうおっしゃったのかはちょっと後で見てみましょう。考えてみましょう。イエス様はこの神殿の建物を眺めながら遥か未来の方に目を注いでいたのですね。その今立っている神殿そのものを見ているのではなくて、その神殿が、その町が、エルサレムの町がですね、将来どうなるかっていうのをご覧になってたんです。そしてその巨大な神殿がもう完全に崩されて跡形もなくなって消えてしまう場面、イエス様はそれを見てこうおっしゃったということです。で、各時代の大総統を見ますとですね、このことは単にイエス様が想像してこれをおっしゃったのじゃないっていうふうに書いてあるんですね。建物を見てこうなるだろうと頭の中で描いてこう言われたのじゃないということです。エレン・ホワイトが言うにはですね、予言的眼光でご覧になったって書いてあります。予言的眼光、英語ではプロフェティックグランスって言うんですね。こう予言的にパッパッパッとですね、将来のを見てしまうんですね。それも実際に外国の軍隊が城壁を囲んでいくその兵隊さんたちの足音を聞いたってんですよ。で、包囲されたお城の中で母親や子供たちが食べ物を求める叫び声を聞いたって、そういうふうに彼女はこう説明しているのです。つまり町が実際に滅びていく様子を見聞きしたっていうのですね。しかもそれだけじゃなくて、イエス様はこのエルサレムの崩壊だけにとどまらずにですね、さらにもっと先のこの歴史のですね、最後の場面もご覧になった。それがあまりにも痛ましいものだったっていうふうに書いてありました。皆様はですね、あの発掘された巨大な石が一体深さどれぐらいで発掘されたとか想像されますか。あの嘆きの壁の下の方にその石が見つかってるんですよ。どれぐらいの深さで見つかったのか、それは非常に興味あって、また調べてみましたら約9メートル下だったんですよ。これどういうことかと言いますと、このエルサレムを潰した人たちがその神殿の石の上にどん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 ですね、いろんな石や石ころやですね、土を乗せていったんですね。それのその量がですね、その層がこう9メートルもあったって言うんですよ。おそらく彼らの頭の中にはですね、このエルサレムの町を、エルサレムの町も神殿も絶対にもう誰にも見せられない、誰にも見せない、もうこの町は完全にこの世から消してしまうんだっていう、そういう思いでもう土とか石をどん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 上から乗せていったんじゃないかなと思うんですね。でも結局それがですね、裏面に出て9メートル掘った時にその石がですね、本当に完全な形で発掘されたんですよ。見事に完全な形だった。それが2017年の出来事でした。まあ、弟子たちはその神殿 の, その
公開をですね、まあ、イエス様から示されたときに、そんなことが絶対にあるはずがない、どうしてイエス様がそんなことをおっしゃったんだろうかと、おそらく思ったと思います。それと同時に、一体いつになったらそんな恐ろしいことが起こるのだろうか、彼らは知りたいと思ったのでしょうね。で、13章の4節で弟子たちに言いました。私たちにお話しください、いつそんなことが起こるのでしょうか、またそんなことがことごとく成就するような場合にはどんな前兆がありますか。弟子たちは知りたい、いつ起こるのか、その前にはどんなことが、どんな印があるのか。でもイエス様はですね、そのご自身が見た様子をですね、具体的に弟子たちに話そうとされなかったんですね。はっきりとは言われなかったんです。特にいつということはおっしゃいませんでした。むしろエルサレムの崩壊と、そしてこの世の人類の最後の終わりの場面、この二つの出来事を年代順に言わないで全部こう混ぜちゃったんですよ。ごちゃ混ぜにしちゃったんですね。そしてこの二つの出来事の共通したところから、こういうことが起こりますよ、ああいうことが起こりますよっていうふうにイエス様は説明されたんですね。そういうふうに年代順に話さないでごちゃ混ぜに話しますと、弟子たちの頭の中でどうなります？ちょっと混乱が起こるんですね。あえてイエス様は弟子たちの頭をそういうふうに混乱させながら、自分たちで調べさせようと、したんです。この様子についてですね、エレン・ホワイトは各時代の希望でこういうふうに言ってます。イエスがご自分のご覧になった通りに未来の所持権を弟子たちに示したら、彼らはその光景に耐えることができなかったであろう。彼らに対する思いやりから主は二つの大きな危機を混ぜて描写し、その意味を弟子たちが自分で学ぶようにされた。まあ、私たちは愚かにも何でも知りたいという誘惑に駆られますよね。何でも知りたい、分からないことを知りたい。私もよく今信者さんからいろんなことを質問されるんですけど、信者さんたち皆さんですね、こうやっぱり聖書について知りたい知りたいというので、まあ、どん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 質問をまあされる人たちいます。でもイエス様はですね、何でもかんでも質問されたことにちゃんとお答えになるわけじゃないのですね。特にこの神殿崩壊、そしてその崩壊の前兆、世の終わりの時、そしてその世の終わりが来る前の前兆、それらはですね、はっきりとおっしゃらなかったんです。もしそれを全部きれいに説明したらどうなるか、エレン・ホワイトはそんなことしたらみんな終わりの時代に耐えられなくなる、こういうふうにエレン・ホワイトは説明してる。彼らに対する思いやりからだと、優しさから、優しさから全部のことを教えようとされなかった、全てのことを明らかにはしようとしなかった、私たちが希望を失うことがないためでにということです。ではエルサレムの崩壊と世の終わりの出来事のこの2つが起こる前にどんな前兆があるんでしょう、どんな共通した出来事が起こるのでしょうか。このマルコの福音書の13章をずっと読んでいきます、まあ、いくつかのことが書いてあります。一つは嘘がはびこるって言うんですね。偽物のキリスト、偽物の預言者が現れるって言うんです。つまりたくさんの人たちが騙されるって言うんですね。皆さん騙されるの好きですか？嫌でしょう。皆さん教会で牧師が間違ったことを教えて騙されたら悔しいと思うでしょうね。だから騙されないようにするためにどうしたらいいんですか？しっかりと自分で聖書を勉強するということですね。
世の終わりになったら嘘を言う指導者が出てくるっていうことです。ですから皆さん気をつけてくださいね。ですから私は一生懸命嘘を言わないようにこの説教団できちんと正しいことを言うように毎日毎日この神様と得意目合いしながらですね説教の準備をしているのですけども、皆様も聖書をよく学んでいただきたいなと。これが終わりの時代に備える一つですね。もう一つイエス様がおっしゃったのは戦争や地震や飢饉が起こるっていうんです。戦争は何で起こるんですか。私これはもう人間の欲で戦争が起こると簡単に説明できると思います。ある人はこの戦争は銃のためだって言うかもしれません。でも銃の背後に隠れているのは人間の欲ですね。石油とかお金とかそういうものを手に入れるために表向きは自由だと言っても戦争の本当の原因はですね人間の欲だと思います。最高の位を得るために、世界をコントロールするために、そして世界の財産を手に入れるために戦争する国々があります。じゃあ地震と飢饉はどうでしょうか。地震は自然現象だと皆さん思われますか。もちろん自然現象が起こる場合もありますね。でも最新のテクノロジーでは地震を起こすことができるんですよ。だからいろんなこの陰謀説がありますけども、日本の起こっている地震、この2011年のあの東日本の大震災もあれをもしかしたら誰かが起こした地震じゃないかっていうふうに、まあ、言う人たちがインターネットの中でうじゃうじゃしてます、まあ、それが本当なのかどうか私は分かりません。でも現代のテクノロジーではそれができるんですね。それもはっきりと日本の国会でもあの専門家、地震専門家がそれを堂々と国会で演説してるんですよ、まあ、そんなあの時代が来ています。でもしそれが事実ならば地震も結局は人間の欲だと思います。相手の国を潰すために地震を起こす、そして地震が起きたら必ず物が動きますでしょ。物が動いてお金も回ってきますから、それで儲かる人たちが出てくるのですね。じゃあ飢饉はどうでしょうか。飢饉も結局は人間の欲だと思います。もし世界中の人たちがベジタリアンになったら、世界中の人たちがヴィーガンになったら、おそらく食糧危機を免れるかも分かりませんね。動物に食べさせる餌、あれはすごい量ですよね。 牛や羊に食べさせる量っていうのはもう私たちに想像できないと思います。そんなそれぐらいの膨大な土地を使ってたくさんのこのエネルギーを使ってですね、そして動物に餌をあげるのをやめて、それを今度は人間にですね、人間のためにお野菜をたくさん作るならば、もしかしたら食糧危機を防ぐことができるのかもしれません。これも肉を食べたいという欲が結局は飢饉を作っているのかもしれないのですね。まあそういうですから、もし人間が欲を持たずにつつましく生きていくならば、戦争の数も少なくなるでしょうし、地震の数も飢饉の数も減っていくかもしれません。またイエス様は世の終わりが近づくと反対、裏切り、信仰による迫害、殺し合い、家族同士の争い、まあ、こういったものを起こるというふうに予言されました。ですから苦しみは終わることがないということです。イエス様に忠実であっても苦しみがやってくる、それだけ世の中がどん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 荒れてくるということです。でも苦しみがあったときに聖霊の神様は必ず助けてくださるから、忠実でありなさいとイエス様は私たちに訴えておられるのですね。さて皆様は
終わりの時代に向けてどのような備えをしていらっしゃいますか。私たちのこの世のですね、終わりの時代というのは、終わりはですね、着々と進んでいっています。イエス様はまた別の時にですね、オリーブ山からエルサレムの神殿を眺めた時に涙を流したって、そういうふうに書かれている場面があるんですね。涙を流された。なんで涙を流されたのか、それは先ほどのこのマルコの13章と同じですね。エルサレムの町の終わりを見たからだってことです。でマタイの福音書の23章の37節38節にこう書いてあります。ああ、エルサレム、エルサレムよ、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ、ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私お前の子らを幾度集めようとしたことだろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。イエス様は涙を流してこのことをおっしゃったのですね。2011年のあの東日本の大震災、ちょうど私がその前に言いましたように、家内が日本にいる時だったんです。日本に到着して、そしてホテルで一泊して、成田ビューホテルで一泊して、その翌朝ですね、もう自分の故郷のこの会津若松の方に出発することになったんです。その出発して、その電車の途中で地震が起こって、途中でこう全てが狂ってしまったのですけども、私はその時何も知らなかったですね。一体どこにいるのか分からなくて、頭の中でぐる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 、まあ、いろんなこう計算をしながら、今もしかしたら妻は、むつみは東京にいるかもしれない、もうそう思うとですね、もう心配心配ならなかったんですね。でそれと同時にこの NHK のニュースがどん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 とこう放送で流されますでしょ。でその映像を見てると、もうこの津波で人がこう押し流されていく様子、地震の様子見てたら、もう涙が止まらなくなっちゃったんですよ。あの時ですね、いくらこう冷静になろうなろうとしても冷静になれない。実際にその目の前で人が水で流されていく様子、叫んでる様子、助けてくれって言ってる、叫んでる様子で、そこから早く出なさいというその叫び声を実際にこの目で見聞きしていたら、もうこう感情を抑えられなくなってですね、もう苦しくなって涙ずっと流してたのを私は覚えてます。でイエス様は予言的眼光でその終わりの時代をご覧になったってですね。そうするとイエス様も人ですから、人間でしたからね、こう涙を抑えることができなかった。私たちはまさにですね、そういう終わりの時代に突入しようとしているのですね。それがいつ来るのかもわからない。でももしいつ来るかが分かったら、皆さんどうなります？ある人は、あ、そのいつの終わりがですね、本当にイエス様のご再臨がいつあるかが分かったら、直前になってから悔い改めようと、そういうふうに言う人が出てくるでしょう。実際にカナダにいました時の求道者でですね、私はイエス様に信じない、でも自分の終わりが近づいたらもしかしたら信じるかもしれないって言いました。終わりが来たら信じる、再臨の直前になったら信じる。皆さん、その人を信じられると思う、その信仰の道に入ると思います？私はね、それはないと思うのですね。あのイエス様の、まあ、十字架の場面ですけども、犯罪人2人が十字架にかけられましたでしょ。
一人の人は亡くなる直前にイエス様を受け入れましたね。でもその人はその前からずっとイエス様の話をどこかで聞いていたはずです。そのことは各自の希望にちゃんと説明されています。常識的に考えても